皆さんこんにちは。日本出身の絵本作家でイラストレーターをしています鹿島幸一郎です。よろしくお願いします。今年はコロナウイルスの影響でとても厳しい1年でしたが、無事2冊目の絵本が完成しました。今まだ手元にはないんですけど、表紙はこんな感じです。これは家でプリントしたものなんですが、こんな感じです。2020年10月末スペインで発売されますので、ぜひご覧いただければと思います。この絵本は有名なノアの箱舟のお話を元に制作したものなんですが、舞台がお風呂なんです。家にあるバスタブが舞台になってます。それでノアが乗る船はトイレの形をしているというかなり変わった面白い絵本ができました。それと主人公は2人いて、1人はノアなんですけど、もう1人の主人公はこの男の子なんです。この男の子がお風呂で遊びながらバスタブの中で暮らしているとても小さなノアたちと物語を進めていくというお話になってます。ノアの箱舟の元のお話は大洪水が起きて世界が水浸しになってしまうというとてもスケールの大きなものなんですが、これをもっと小さなスケールで表現できないかなと考えてました。その方が想像しやすいかなと思ったのが始まりで、ノアの箱舟のお話はバスタブの中でもほとんど再現できるんじゃないかなということに気づいたからです。一番はこのバスタブの世界と、主人公の男の子の想像力だと思います。で、それと絵だけで半年ぐらいかけて描きましたので、ぜひ絵もじっくり見ていただきたいです。他にも変わった形の動物がたくさん出てきますし、細かいとこまでたくさん描き込んでいますので、そこも見どころです。今年始めた段階ではほぼストーリーボードを書き終えていましたが、ラフスケッチと本番制作だけで今年2月から始めて9月半ばくらいまでかかりました。それとこの絵本はもともと美大生時代に制作したものを元に作ったもので、まだ絵の技術が完成していない頃から取り組んでました。なので結局今の形になるまでには何年もかかりました。今の形で出版できたのは編集者のアリアンナさんやスペイン語の改訂を助けてくださったマリオ・ホセさんのおかげです。小さい頃外でよく一人遊びをしていたことが大きかったと思います。この絵本の主人公の男の子みたいに一人遊びしながらその時の自分の世界を作っていました。今も毎日休憩時間は外で植物の手入れをしたり金魚の世話をしたりしてます。昔からすごく大事にしてきた時間で、普段の制作にも影響していると思います。今回の絵本もそうですが、去年出版したティーとカメレオンは兄弟という絵本には特にこのことが影響していると思います。それと小さい頃絵本を読み聞かせてもらっていたこととか、たくさんディズニーランドへ連れて行ってもらったことも大きいです。あと外国の方が書いた絵本も多く持ってましたので、そこから影響を受けました。大きくなってからはイタリアなどのヨーロッパの街へ行ったことや、大学へ入る前ボローニャ国際絵本原画展へ初めて行った時、
日本の絵本とは明らかに違う原画がたくさん並んでいたことも大きかったと思います。今回の絵本は読めば読むほど、見れば見るほど、想像力があふれる楽しい絵本になっています。バスタブの中にたくさん登場する小さな悪い人たちや個性的な格好をしたノアなど見どころ満載です。何より家のバスタブの中で起きる小さなノアの小舟のお話を多くの方に見ていただきたいです。2020年10月末の発売ですので、ぜひご覧いただければと思います。ありがとうございました。